家臣、何やら重いの。お代官様の好物の山吹色のお菓子にございます。越後やそちも悪よの。いえいえ、お代官様にはかないません。たきさん、何やってたんですか？車高上げてたんです。車高、車高ってこのトラックの？これ、そう、おお、そうなんです。車高上げてた、前も後ろも。前も後ろも、はい。ほんとだ、バネ変わってるわ。いつの間にそんな準備してたんですか？ちょっと前に。聞いてないよ。でしょ。見ちゃダメだった。いや、いいんですけどね。そう。どんだけ上がるもんですか？5センチ。5センチ、うん、予定ではでしょ？うんうん、まあ、間違いなく。マジで、はい、そうですか。何、僕のナイト660に対抗して。いやいや、そういうわけじゃない。そう、まあまあ、ご苦労さんでした。私じゃあ帰りますね。じゃあ帰りまーす。あとよろしくお願いしまーす。
越後屋財団です。ようやくサンバープラックの、車高が上がりました。これから実測で、前回と比べて車高がどのぐらい上がったか見てみたいと思います。フロントが32センチ。フロントタイヤ、上の部分こちらが、67.5 センチ。リアタイヤ、こちらも、67.5 センチ。リアの、センター部分ですね。こちらで、34.5 ってところでしょうかね。これだけ上がりました。Thank you.